どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。今日はサウストでございます。はい、新イベント迫る海軍の脅威、キザルが来ています。次元のキザル、これのハードに挑みたいと思います。お願いします。はい、今回こちらのメンツでございます。ゴッツと入れてね、私とケイト3人でいきます。で、ミホークがね、俺ね、間に合わなかった。結構回ったんだけどね、そう、星6になれなかったです。だからカードがちょっと少ないので総合力低いんですけど、ミホークめっちゃ強くない？強い、めっちゃ強いよね。通常攻撃だって4万しかないのにチュンチュンチュンとかやって倒せるの。早いよね。早い、必殺技も早いんだよ。そうだから多分ね、まあでも3人だったらハードいける気がする。わかんない、キザル初なんで、ここの次元はね。いきましょう、お願いします。出発します。いけっかな。でもこれでいけたらちょっとベリーハードも行ってみたい。まだ行ったことないから俺、ベリーハードいけるでしょ、多分いける。みんなどんぐらいいけます？てかミホークマジ星6頑張ったんだけどさ、全然落ちなくてメダルが。また来るんじゃないのね、また来てほしいね。うわー、ちょっとミホークね、もっと育てたいな。行きましょう。まだ全然もうね、全然楽勝。あ、待って、強い、やばいやばい、全然強い、やばい、全然強い。俺だってもうすでにめっちゃくちゃいました。はい、ちょっとゾロに変えます。早いな。いや、やっぱちょっと待って、強いわ。やっぱハード舐めてた。ハードはなんかそこそこのあれがないと、5万後半ないときついから。強い強い強い。だってゾロ全然食らないもん、やっぱり。多分5万後半ぐらいないともしかしたらきついかもしれない。マジ？意外に食らうな。いや、全然食らう、やばいやばい。いや、ルフィで食ればよかった。いや、ミホーク使いたすぎて、総合力低いミホークでしちゃう。強いからさ。そう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 。そもそもミホークのカードがまだ俺銀とかだから、そう、まだね、金にできてなくて、そもそも総合力が、カード自体が低いっていう。ミホークの技付きのカードがとりあえずウソップはね、ボスマン取ってるから。そうね、温存。ちょっと俺もウソップでくればよかったかな。まあいいや、しょうがねえ。一人でいいでしょ、ウソップは。そうね、だって普通に俺ゾロだったら全然食らわないもん。マジ？うん、全然食らわない。もう黄色じゃん、やばい。いや、やっぱちょっと総合力5万ないときつい説。5万後半ぐらい。ああ、後半あれば結構、後半あればだいぶ多分いけると思う。僕今ゾロが5万後半だから、だいぶ違うと思う。違うね。ミホークめっちゃ食らってんじゃん。やばいんだけどケイさんのメイクめっちゃ食らってね。すげえ食らうちょっとできるだけまあ落ち着いて。ただ強いね。こういう感じだよ、範囲が広いね。あ、いい。ゾロ、なんで君たちそんなかっこいいことばっかやっていいな。しかもゾロの大進化ゴッツ外してるしその辺の岩に、危ない岩に。難しくなかったよな。俺大進化使ったことないから分かんない。俺も使ったことは見ててさ、ためみたいなちょっとあるんだ。ラグみたいな。ラグだねログじゃないあ、ナイス回復、ナイス回復。あ、ケース回復したらよしよしよし。そう、あれがね、難しい。当てるのがすごい難しいと思う。確かに。だからウソップのインパクトウルフみたいな感じでしょ。確かにちょっとためあるもんね。ウソップ、ウソップさ、あれ強いよね。インパクト、インパクトじゃない、パウンドもう喋れてない。結構さ、集中してると喋らなくなるんだよね。強いよね、インパクト。インパクトじゃないよ、ゴールデンパウンドやって、敵が必ず逃げるから、そこに打てばさ、絶対当たるじゃん。そう、ウソップはね、マジで強い。だけど俺は使いこなせる。てかまあ、ケイさんが使うから2体ウソップいてもね、一緒だとね。そうそう、一緒だとね、1人がやっぱ盾にならないと。そう、それは必要だね。そうだ、俺もウソップやりたいんだけど、計算には1回で。あ、確か、うまい。ためがやっぱちょっとあるよね。え、待って、今なんで逃げたの？大進化の敵逃げんの？え、強くね？え、敵、じゃあ絶対当たんじゃん、もう一回。え、大進化そうなんですけど、教えてください。え、大進化持ってきて教えて。ミホーク死ぬ。もう変えとけよ。ああ大丈夫、ああじゃね大丈夫って言った途端、ああじゃねああじゃね。マジだよー。だってほら、全然食らわないもん俺、ソロだと。敵の攻撃全然違う。やっぱカードをもうちょっと育てないとミホークはまだ使えないね。強いんだけど、多分育てれば最強説。やっぱミホーク強い。どうみんな？ミホーク絶対強いと思うんだけどね。星6にしてさ、もう総合力結構上がればめちゃくちゃ強いと思う。前回の巨大ゴリラいたじゃん、あれにミホーク3連の必殺をやると思うんだけど、マジもうドコーンとかやるからさ、今回かわいそうになっちゃう。さあ、来ましたよ、キザルさん。はい、ナイスナイスナイス。お、大神官当たった。あ、やっぱり大神官そもそも敵逃げるんだよ。そうなんだ。今だってゴッツがやった時逃げてたもん。キザルやべやべ、なんかやばいやばいやばい、こなしたよ、こなしたよ。よしよし、ナイス大神官。それ当たんないんだ。おお、外した。狙いはやばい。ちょっとケイさん気をつけて。ちょっとなんかでもいける。モクモクしてる。そのモクモク何？俺もモクモクしてる。このモクモク何？何？見えてないの？そう。よし、ザコ来た。ザコを倒せ。やばい。なんか溜めてる。うわあ、強え。キザル強えぞ。なんか溜めてダーンってやってきた。あのビームを。レーザーやってきた。全然見てない。ちょっと俺2人目がミホークだからな。あ、よし、弱ってるよ。チャンス。よし、大進化。うわ、大進化かっこよ。大進化出ないかな。欲しくなった。いや、俺ゾロとルフィは育たってるから。やっぱ逃げる。あ、育たってるから。あ、でももう勝てる。よし、金髪オルフ勝てる。いけました。ハードはいけるようになったね。ちょっとベリーハードそろそろ挑んでみようか。ドヤがすげえな。ゴッツのドヤがすげえな。ドヤはいいんだよ。いや、ベリーハードとミホークきついかな。4万後半だときつそうじゃない？俺ちょっとルフィに変えて。お、30メートル5枚も落ちた。やりました。そうね、だから、ルフィに俺は変えて、で、君はマゾロに変えて、ちょっと射殺はないから痛いかもしれないけど、僕もルフィね。あ、ゾロか。ルフィです。ルフィとゾロします。あ、そうだね。そうして、で、キザル意外と飛んでったから、多分、クマみたいにパッて来ないから、さっきの感じでやっぱいいよね。縦にして、ウソップで後ろでバンバンパターン。ちょっとベリーハードも期間内にいければいきたいと思います。そんな感じでございました。今日も見てくれてありがとう。ぜひぜひチャンネル登録お願いします。明日も頑張ろう。バイバーイ。321で3かける。いいよ。何もういきますよ。321